優しい方が作っていただいた僕の会社の帽子がありまして、今回帽子でやらせていただきます。すいません、かぶりたいんですこれが。というわけでじゃあ始めさせていただきます。用意スタート。いただきます。ガゼン揚げ物からいきますよ。牡蠣と何でしたっけ、稲田とホタテです。うまっ、うん、うまっ。揚げたて感がすげえ。こっちはスープ飲まなくていいんですけど、揚げ物絶対先食べるとダメなんですよ。スープ吸うんですよね。うまっ。僕やりたくて外でやってるんですけど、ちょっと後悔してるんです。甘い。パン粉が うん。ちょっとマジパン粉はちょっとね。あの、おぉ、とんかけ、うん、麺がね、増えてる。どうですか？
あ、これはやばいな。やばい。
はい、というわけでいかがでしょうか。こちら女川にございますゴザインさんっていうね、ラーメン屋さんなんですけれども、鶏塩中華とシーフードフライ、総重量 4.3 キロと。で、冒頭のテロップでも入れたんですけども、これはスープ抜きで 4.3 キロでございます。ちなみにスープは2リットルぐらいあるとおっしゃってました、制限時間45分という感じで、まあこの時点で相当今回下だなっていうのをお分かりいただけると思うんですが、動画まだ続きますのでよろしくお願いします。で、フライを食べた後に今鶏塩中華の鶏肉の方を食べてるんですが、この鶏肉というのはですね、高知県で親鳥ひな鳥ってあるじゃないですか、鳥焼いて食べるやつ、ひなは柔らかくて親は硬いみたいな、親の方な感じですね。これ噛んでも余裕でパーンって顎を跳ね返してくるというか、歯を跳ね返してくるようなものすごい弾力に富んだ、でも旨味しっかりあるんですよ。まあこの時は旨味とか分かんないですけど、真剣バトルしてるんで、もうとにかく飲み込めない、噛み切れないっていうので苦戦しております。もうこれ攻略要素しかなくて、例えばじゃあ鶏肉じゃあ水分で飲み込んじゃえばいいじゃんってなると、水分入れた分後半入れづらくなると。で、フライがやっぱセオリーだと思うんですけど、逆にじゃあラーメンを最初に食べる、伸びないように食べるとお腹が後半膨れてくると、プラス揚げ物だったり鶏肉できつくなるというね、本当にもうこれ攻略要素しかない。もう多分個人的に最近やった中でここまでの考えられた攻略要素満点のチャレンジは、感動するレベルで、今年1レベルかな、ってぐらいすごいです、このメニュー。で、ちょっと味噌なのが、本日のフライっていう通り、時期で変わるっていう、それもまた運要素もありみたいな感じなんで、すごく面白いんですけど、まあ、動画はまだ終わってないんで、最後までぜひ、ご視聴いただければと思います。失礼します。
敗北ですね。いやーこれは完全敗北だ。いやめちゃくちゃいいチャレンジメニューだと思います、これ。いやー完全敗北ですね。めっちゃ強いこいつは。めっちゃ強い。いやほんと申し訳ないですよ。ちょっと味わう余裕もなくて。いやこれはね強い。もうめっちゃ強い。めちゃめちゃいいチャレンジメニューだと思います。ちょっとこれ食べれるとこまで食べていいですか。いやこれほんといいチャレンジメニューだと思う。揚げ物最初にやっつけなきゃいけないけど、セオリーでいくと。でも麺は増えるじゃないですか。でも麺最初いっちゃうとお腹いっぱいになって、大丈夫でしょ。で先に麺いっちゃうと先に入れるからその分膨れるんですよね。でその揚げ物を飲み込むこうにはやっぱ水分必要なんですけど、それ取りづらくなると。だから僕が思う成功法で攻めたんです今日は。で肉がかなりハードなんですよ。めちゃめちゃ旨味ぎっしりしててね、あれなんですけど、結構やっぱ歯ごたえが強くて、かなり水で流そうと思ったんですけど、多分水で流すと残りのやついけないなと思ったんですよ。だから僕のもう成功法これだったんですけど、いやこれめっちゃいいチャレンジメニューだと思う。これはねすごくなんていうの、決して量だけではない。だって苔だと 4.3 ぐらいでしたっけ。そうですよね、4.3 キロなんですよ。まあスープ飲まなくていいというルールの上での 4.3 キロなんで、スープが2リットルぐらいっていう感じなんで、まあスープ入れるともうちょっと増えるんですけど、やっぱ作戦がめちゃめちゃに左右される。めっちゃいいチャレンジこれは。うん、麺伸ばしまくってごめんなさい。これ美味しいんですよ。でね、なかなか冷えない。多分油で膜張ってて、いや久々にこんないいチャレンジメニュー出会いましたね。本当にこれめちゃめちゃよく考えられてると思う。唯一時短できるとすればフライをスープにつける。だけどなんかな、同時進行って言ってもなしじゃないのかな。でもやっぱね、揚げ物に見せて僕はなんかね一番の難敵は肉だと思う。こうやってバトルを忘れて食べるとめっちゃうまいっすね。もう味わう余裕ゼロどころかマイナスすぎてあれでしょうけど、一見愛がなさそうに見えて愛が詰まりまくってるっていうのがこのチャレンジメニューの正体ですね。ちなみに全然余談なんですけど、この辺の小学生ぐらいのちびっ子みんなすれ違うって挨拶してくれる。こんにちはって大人が忘れてることを子供に思い出させてもらうっていうのはちょっと恥ずかしくなりましたけど、一瞬でも本当女が来てよかったなって思いますね。すげえいい街っすよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。完全敗北とマック鈴木の完全敗北という形で終わったこちらの、宇奈川御座院さんのチャレンジなんですけれども、本当に再三申し上げるんですけれども、これはすごくいいチャレンジでした。なおかつ一見愛がゼロかと思いきや愛に満ち溢れたプラスデカ盛りが好きっていう方が考えに考え抜かれた大食いのことがっていうメニューだなっていうのを食べてて本当にすごく感じました。改めまして、ご在の皆様、そしてお腹の皆様、ありがとうございました。これリベンジするにはね、相当またトレーニングが必要になるんですが、諦めなければ絶対に光は差すと思うので、次回かその次かその次か分かりませんが、お腹に行くときにまたチャレンジしたいなと思います。させていただきたいなと思います。ただね、これ本当にまあどっちなんだ、フライをラーメンに突っ込むのはさすがになんか違うんだよな。でも肉水で飲むとな、肉スープで飲むっていうのもなんか熱くてきついし、これ全然冷めないんですよ。かなり終盤になってやっと冷めてきたってぐらいで、チー油がすごくいい保温効果をなしてまして、北海道の味噌ラーメンみたいな感じで、って感じかな。でも本当に改めましてありがとうございました。そして最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。失礼いたします。おいで。あ、こっちにおいでって。あ、
御在院っていう、あ、そういう温かいのこのあれですね、あのお店の名前なんですね。お店さんの御在院さん、もしよろしければ来てみていかがでしょうか。ありがとうございました。御在院リベンジですね、今度は。すいません、ありがとうございました。乾杯です。'Cause I just don't really care what you think, what you think, what you think.